社長、三沢、シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー三沢いけ、270ポンド小橋健太。小橋赤コーナー255ポンド三沢光晴。社長、レフィー西永修一。小橋、打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。そうですか。キックを打っていきます。行くのか、ロープに振って全身でぶちかましてまいります。組みに行きます。フライングメイヤー。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。腕を取った、バックを取ります。拷問コブラの体勢であります。高周波数の音が館内に響きます。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、コーナーに振った。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。組み合います。コーナーに振って、カウンターで返します。スリーパーホールドに入ります。熱き魂を持ちますこの男、小橋健太。この男の鍛えに鍛え抜かれた巨木のような剛腕から繰り出されるラリアットは、まさに相手を仕留める問答無用の一撃であります。バックに回ります。エルボーを入れていきます。ドロップキックを放ってまいります。この辺り綺麗に鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。対角線に飛ばした、走り込んでのエルボー、起こします。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。フロントからのキック、けさ切りで打ってまいります。ロックアップ、ロープに振った、タックルでぶちかまします。相手を挑発してまいります。リング下に降ります。あっとエルボー抱えます。逆に投げてまいります。腕を回します。あっと返します。エルボードロップ、顔面へのキックです。組みに行きます。パンチで返します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。腕をフックします。打たせません。掴んだ、ボディスラムです。この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。行くのか、リング下に落とします。リング下に降ります。キック攻撃を見舞います。掴みます。
逆にバックに回った。バックを取ります。おわっ、逆に起き上がった。重いチョップであります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターから前に落とします。組み合います。強烈に打ち込みます。行くのか。デンジャラスエリアから投げを見舞った。フロントに捉えます。させません。掴んだ。チョップ強烈。抱き起こす。エルボーで返す。そのままプレスしていった。一気に行くのか。フェイント。10分経過。10メレッツゴー。場外に降りる。見栄を切った。あっと、キャッチした。バックに回った。バックを取って、バックドロップ。岩石砕け散る。一気にスパークするのか。キック。あっと、バックに回った。背後を取り返す。今集まったんじゃないですかね。猛点したたか打ちつけたか。カウントは入る。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね。こっからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。起こした。腰に手を回した。エルボーで切り返す。ハーフネルソンの体勢。バックに回った。背筋がゾッとする。スリーパースプレックス。体を預ける。3つ入りません。腕をフックした。ブレンバスター。おっと、これは対空式。ランニングダックブレイカードラップ。カバーした。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね。ここからどちらが技を畳み込めるかですね。打たせない。いけるか。あっと、切り返した。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。抱えた。させません。腕を回した。強烈に叩きつける。そのまま体が飛ぶ。カウント2。逆にバックに回った。バックを取り返す。スリーパーか。そのまま投げ。15ミレットゴー。気合を入れた。剛腕が火を吐いた。ロッパに逃れた。組み合った。コーナーに振った。来い、俺の力。簡単気味に